市民的及び政治的権利に関する国際規約。市民的及び政治的権利に関する国際規約。市民的及び政治的権利に関する国際規約。A、イクプアは、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月十九日ニューヨークで、 署名のため解放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、社会権規約、A 規約に対して B 規約と呼ばれることもあり、両規約及びその選択議定書を合わせて国際人権規約と呼ばれる。本規約は、 定約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、賛成権、適正手続き及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的、政治的権利を尊重し、確保する、即時的義務を負わせている。本規約は、1948年の世界、人権宣言採択後、 1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において築上審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして同年十二月十六日の本会議で、 社会権規約、自由権規約の選択議定書と共に採択され、自由権規約は賛成106、反対なしの全会一致で可決された、決議 2200A、21。自由権規約の発行には35カ国の批准、加入が必要とされていたが、その要件を満たし、選択議定書と共に1976年3月23日に発行した。 2012年2月現在、本規約の署名国は74カ国、定約国は167カ国である。なお、1989年12月15日、自由権規約の第二選択議定書、主刑廃止議定書が採択され、1991年7月11日に発行した。本規約は、第一条で民族自決権を規定し、また、 天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。この点は個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっている。これは1960年以降国際社会の多数派を占めるようになった第三、世界諸国が民族自決は人権共有の前提条件であると主張するようになったことを反映したものである。この規約の第2条において 定約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄のもとにあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生または、他の地位等による、いかなる差別もなしに、この規約において認められる権利を尊重し、及び確保することを約束するとされている。このように、 規約の適用範囲は、日本政府による日本語訳では、その領域内にあり、かつ、その管轄のもとにあるすべての個人であるが、その英語成分はである。この解釈において、定約国の領域内にいるが、その管轄下にない個人や、管轄下にあるが、領域内にいない個人に対して、本規約が適用されるかが問題となる。当初、 国連人権委員会が起草した草案二条一項では単にその管轄のもとにあるとなっていたがアメリカ合衆国が自国の占領下にある他国民の人権を保障する義務から免れるためアメリカ軍人による戦地での犯罪の面積か領域内にあることという要件を追加するよう提案した結果上記のような条文となったものであるこれを受けて初期の学説は領域内にあり かつ、管轄のもとにあることが必要と解するものが、支配的であり、日本政府による、日本語訳もこうした解釈に沿って作成された。第2条、第2項で、定約国に、立法措置その他の措置がまだ取られていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために、必要な立法措置その他の措置を取るため、自国の憲法上の手続き及びこの規約の規定に、 従って必要な行動を取ることを約束させている。第5条で、規約の各規定について、国、集団または、個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し、もしくはこの規約に定める、制限の範囲を超えて制限することを目的とする、活動に従事しは、そのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。 と定める。第四条では、国民の生存を脅かす、公の緊急事態の場合、定約国は、真に必要とする限度で、本規約の義務に違反する措置を取ることができるとしている。ただし、人種、皮膚の色、性、言語、宗教または、社会的出身のみを理由とする差別、第六から八条、十一条、十五点一六条、十八条の規定、 その他の一定の義務については違反が許されない。本規約は第3部、第6条、第27条において次のように個別的な人権を保障している。迫害からの庇護は世界人権宣言14条で、財産権は同17条でそれぞれ規定されていたが、国際人権規約では規定が設けられなかった。ただ本規約のほか 拷問及び他の残虐な、非人道的なまたは非人を傷つける取り扱いまたは、刑罰に関する条約、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際、宣言、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、アパルトヘイト犯罪の抑圧及び処罰に関する国際条約、集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、 非公金者取扱いのための標準最低規則など掛けられている。また、法主公機関職員行動規範は、法主公機関職員、法執行官が国内法における定義に基づき人権を保護し、公務組織による他人の人権侵害に対処することを義務付けている。定約国による自由権規約の履行を確保するための仕組みとして、 次のような国際的実施措置が設けられている。そのための実施機関として、規約28条において、規約人権委員会の設置が規定されている。自由権規約の締約国となるためには、署名の上、批准を行うか、加入の手続けを取る必要があり、規約は署名または加入のために開放されている。批准、加入したときは、批准書、加入書を 国連事務総長に帰宅する48条2012年2月時点では署名のみの国は74カ国でありそのうちまだ批准もしていないのは中華人民共和国コモロキューバナウルパラオサントメプリンシペセントルシアの7カ国であるサウジアラビアとミャンマーは署名もしていないそれを除く批准国と加入国を合わせると 定約国はカ国はカである。日本は、1978年5月30日、社会権規約及び本規約に署名し、1979年6月21日、両規約の批准書を帰宅した、同年8月4日、社会権規約は、同年条約第6号として、自由権規約は、同年条約第7号として交付された。それにより、 同年9月21日、両規約は日本について、効力を生じた。さらに、第22条2項で団結権の制限が認められている、警察の構成員には、消防職員を含むとし、社会権規約についても留保及び、解釈宣言を行っている。2014年7月には、袴田事件に言及し、自白を強要されて、死刑判決を受けたが、 凍結後に最新無罪判決を受けたことをケースとして、死刑制度廃止の検討を求められ、また、福島第一原発事故で避難指示区域の解除に問題点があるとの指摘を受け、生命を守るため必要なあらゆる措置を講じるよう求められた。第19条3項は、表現の自由の権利行使に一定の制限を課す場合は法律を定める、う義務付けている。 ただし2015年1月から2月かけて、後藤健二さんたちがイスラム国に殺害された A の公開を受けて、外務省は同年2月末にあるフリーカメラマンへの国外紛争地域であるシリアへ渡航しようとしたのを最初に旅券返納による渡航禁止措置によって制止した。男性はその後シリアとトルコへは渡航できない旅券を配布されたが、行動の自由を国に侵害されたとして、 裁判を起こした。しかし、2017年に、東京地方裁判所は報道関係者が再び、狙われて生命が気にさらされる可能性が高いとして、外務大臣が予防として男性に言った措置は、憲法は、自他の生命や体より報道の自由を優先している、わけではないという理由で、適法だったとする判決を下している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。